ていいと思う。ですので168人目、はい、自己紹介お願いします。あ、すいません、本日はお宿のハワイユーノと申します。よろしくお願いします。クジャク団さんにやっとお仕事を呼んでいただきました。あれはなんでそのこういう感じなんですか、ゲストは。なんか特技とかあります？特技ありますね。僕サッカーの日本代表の試合を30年前から全部見てました。だからサッカーの日本代表。他には他にはありすぎてですね、三島由紀夫のモノマネが。あ、ちょっとやってもらって。もうそうは卵です。ベージーページを覚えてたら一番早いかもしれない。ちょっとこういや、僕は別に僕はいいんですけど。え、彼女が歴何年目ですか？僕はあの8年半です。分かってやんけ。え、42やんね。そうですよ。だから全然いいやん。あ、全然やってないやん。え、何歳だ。芸歴聞いて変わったな。何歳？僕42歳です。じゃあ さっき言いましたよ。じゃあ僕らの僕ら8個上。あ、いやいや違います。8個上やんけお前。違いますよ。僕見たんですよ。昭和何年生まれ？俺1900だから昭和56年で1980。どこに住んでる？あなた先輩ですけど殺人犯ですから、ね、どこに住んでる？いや見たんだよ。田中さんもやりますか？いやいや、どこに住んでるの？どこないやん。僕はあの戸塚ってとこ知ってます。ヨットスクールとかね。違うんですよ、それ。殺人あったとこ。殺人あったとこ。あれ違うんです。あれは殺人あったとこや。あ、そうです。あ、よくご存知です。知ってるんですよ。あったんですよ。あそこの。戸塚にあるんですよ。戸塚警察署の近くで。奥さんが殺されてるんですよ。ストーカーの。ストーカーの。あ、知ってます。ストーカーのって。はい。奥さんが。ヨットスクールは違いますよ。そう、あれは違うよ。あれは戸塚さんっていうとこで、あの戸塚にないんです。あ、そうなの。いや、おかしいですよ。三島由紀夫以外のモノマネできます？あ、できますよ。誰が？もう50ぐらいありますけど、じゃあこのモノマネ聞いたら誰か、ちょっと当ててください。あ、当てたらいい。これはもう、お笑いとかじゃなくて、似てます。おーい岡村。あ、もう、めちゃめちゃ簡単やん。長渕剛。正解です。いや、事務所はどこ？一緒にあのラフィーネプロモーションさん。ラフィーネ誰？ラフトチョカウボーイさん。キングマン。あ、じゃあ。ああ。キングマスクさん。キングマンさん。マスク。じゃあ。フトチョカウボーイのところ。はい。あと、あ、いや、もっといっぱい知り合いの北のオフィスで、多分タップって近いじゃないですか。めちゃくちゃ知り合い多いと思う。ラフィーネと分家したもんな。そうそうそう。だから北のオフィスが。これテレビは出るの？いや、もうそれがですね、1週間前出てます。1週間前。なんの？いや、見てくださいよ。何、全然知らない。何のテレビで。そりゃ細かすぎて伝わらないものだね。あ、出た。そうですよ、あの去年一番視聴率。それはすごい。すごいですよね。何のものまね。それやってよ。やった。やってしまいよ。そうですよ。大体分かる。大体そういうこと、ね、だからミス、あのせっかく反響あった。めちゃくちゃありました、ね、すごいやん。どうなった。いや、だからそれこそあの、だから番組自体、タカさんは意外にはまらなかったんですけど、ファンがめちゃくちゃ、あそこ笑ってしまったっていう。もうだからまさか三島由紀夫がやる人もいないし。なるほど。やったところもすごい。え、フォロワーめっちゃ増えたりした？増えましたね。何人ぐらい？20人増えました。三島由紀夫ですよ。仕事増えた。仕事増えません。上辺には。いや、でもこれからです。お腹すいてよ。これからですよ。1週間しか経ってへんから。そうです。動いた。事務所動いた。
ラフィーニャ。いや、結構動くんじゃないの？あれも反響ありましたし、そのいいねの数。何年も前オーディション行ったことあるけど、はい、よう受かったな。あれ、いや、何回もあるやん。あの僕だけだからすごいですよ。7回行きましたから。7回。わ、聞く聞く。あの初めの人はすごいんですよ。でも一発目ですよ。一発目に。三島由紀夫の東大全教頭の三島由紀夫の一言ってやったんですよ。それやってよ今ちょっと。それやっただけで、いや、それで、あの続きまして東大全教頭の三島由紀夫の一言、私はちょっと忘れました。ちょっと、それ、ふざけてるやん、おかわりされた、ふざけてるやん。いや、おかわりあったんですけど、それが面白かったんですけど、おかわり行く前に1回目で、だもうそのスタジオって、観覧席ないんですよ。で、5人なんですよ。うん、で、タカさん、アンタッチャブルさん、スタッフいっぱいいるんじゃない。まあまあまあ、いや、スタッフはやっぱタカさんが笑っての、あれですか、ね、それで、おかわりかおかわりじゃないかっていう。ああ、なるほど。で、僕なんかしかも、三島由紀夫さんですから、高さも完全に浜辺さんとか千賀さんは知らない世代なんですよ。うん、なるほどね。世代がね。だからもうそこハマったらでかいと思って次に3、2、3、4ってあったんですけど、いやー一発目で。でも出れたわ。でかいすごいよね。で結局さその後に結構モノマネとか書く可能性ありますよ。はい、他はないの？三島由紀夫以外は。でやりましたよさっき。ちゃんとマジのやつ長渕としていけるの。マジのマジのやつ江頭さん。あの裸の頭は無理やん。いっぱいやってるやん。実はあそこがないんですよ。マジのやつもうないんやん。マジのやつないですね。じゃあ無理やろ。若い子知らんの三島由紀夫なんか。逆に若い誰もが知ってる人はいいの。クレヨンしんちゃんと例えば一回やってみてできるかもしれない。あ、できます。やったことありますから。一回やってみてクレヨンしんちゃん。いやもう座って、これ下手したらお尻だやめてやん。いや無理無理精神です。じゃあそんなやめてじゃあ声真似だけでいいね。まあ、さあ バンされるかお尻出されたら。いやそれだからもうクレヨンしんちゃんのその声真似誰でもやってるじゃないですか。じゃあ一回やってみて似てるか聞くし。うれぬはれしんのすきだぞ。めちゃめちゃ似てるやん。ありがとうございます。えいや、しかもですね、めちゃくちゃ受けるかもしれないですけど、こんな大先輩の田中さんが笑ってました。おお、めちゃくちゃ似てる。この人はあいつ笑いしてる。いやいや、今始まってずっとあいつ。めちゃくちゃ似てる。ずっとあいつ笑い。吉田さん、ちょっとドラえもん、ドラえもん。あ、できますよ。ドラえもん。のび太くん。めちゃくちゃ。今日は遊びます。すぐ調子の、すぐ調子の。すぐ調子のとかあるわ。悪い癖。悪い癖ある。ちょっと褒められたらどうすんの。ちょっと聞いてください。や、ヤクザより立ちが悪いです。いやそんな優しいやつおらんよ。僕が、じゃあそのエピソードいいですか。そのお客さんだから。あ、俺らのエピソードで名前言っちゃいけないですけど、その人がこうやって、うん、前面白かったですって急ブヨセっていうライブにご一緒してるんですよ。あのクジャクダンさんはよく、はいはい、多分10回ぐらいはなってるんですけど、なかなかクジャクダンさんってなかなかその控え室とかにもいないんですよ。その出番になったら来て、うん、ネタやったら帰るんですよ。お客さんも、あ、クジャクダンさんすげえ好きな人がいるんですよ。で、なんかその方好きな人がいるんですけど、名前はちょっとまだ出さないですけど、その方が前ごめんねって言って、すごい吉田さんの声こうやってくっついてたんですよ。吉田さんに。そしたら、おええねん。いや、おええねんって女性です。振り払って。振り払って。そんなことある？どういうことなの？いや、さ、名前出しちゃうと、あれですから。さっき出した方ですよ。あー、だろう？そう。多分ネタの、その前の回にネタかなんか見て、うわーって多分やってて、それで、この前ごめんね、でも好きなんですよ。それでもクジャクダンさん好きで、吉田さんのことが好きなのに、こうやって、この前ごめんねって言ったのに、2回ぐらいこうやって行ったら、あの女性のお客さんね、はい、俺は賛否してるやん。あ、え？そう。あ、そうなんすか。そう、それでや。あ、どう、あ、そんぐらい仲がいいってことで。吉田が好きやから髪の毛ソバージョンにしてる。そう。あ、そうなんですか。内緒ね。賛否してるやん。いや、で、なんでじゃあ、いや、でもいいんですけど。じゃあ、だからそれはあの時俺機嫌悪かったっていうか、こいつだけ仲出ししたんよ。先にね。そう。それで俺が怒ってたんじゃん。それはそれしょうがないですね。そう。あ、
どっちかも埋まっちゃったんですね。ないうちにめっちゃ喋んな。喋りますよ。なんでや。わかる。でもなんでそんな喋る。知ってるじゃないですか。でも大体裏の裏で合ってるんですから。今日喋ろうと思ってきたよ。喋ると思ってきたよ。いやいや僕普段そんな喋らへん。俺知ってもん。いや逆ですよ。鬼のような人見知りやん。いやもうそれはもう今日絶対決めです。家じゃ決めましょうよ。家近かったら行ってんのに。いいだから戸塚近いし。スイッチ入れてきてるし、いやいや普段の。え僕いつもいや見てくださいよ。普段の野田さん野田君の方がいいわ。これ普段。全然ちゃう。だから言ったんですよ。プロジェクターさん。それは嘘ついてる。それ知らないじゃないですか僕の。裏であのキューブ寄せとかあるじゃないですか。いや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 弁奏さんがいるんですよ。ほんま5時間話してますから普段からこんな感じってこと、ライブ中ずっとですよ。ほなちょっとだからピザクラさんと僕と話してるから普段からこんな感じなんや、はい、ほなちょっとクレヨンしんちゃんのモノマネしよう。おいミサエ僕お腹が減ってんぞ。似てる。いやあります。似てるわ。笑ってましたね。田中さんさっきはねなんか弁蔵さんみたいな顔だった。いやじゃ女の子綺麗やな。いやいないっす。じゃあ最後告知の方。あいいっすか。もう終わりなんで。はい、そんな、はい、全然話もういつもそうなんですけど僕こうなっちゃうんですけど。いいっすかこれ。よくないよ。よくないけど。田中が予定あるっていうから。いや逆に、逆にほんまごめん、雑で、ほんまもっと喋ってね。はい、予定があるんすか言わんが。あとほんまもっと聞きたかった。もっと丁寧に喋ってる。野田君のことちょっと興味湧いた。いや、ガッツリほんまめっちゃ雑にやってる、ごめん。あのですね、いつもラフィネライブっていうのが、はいはい、第4土曜日。それこそ先ほど飯尾さんキングマンさんも出てますし、23日2日前やそう2日前やって第4土曜日にあるっていうのを知ってほしいです、うん、で僕らは今セカンドっていうライブに出てるんですけどセカンドファーストなんです。太っちょカーボーイさんはファーストですよ。来年は第4週目、うん、土曜日、うん、あのラフィネライブありますから3時です僕らは。で6時がファーストです。ぜひ一度来てください。すごいですよ。だから刀1軍いけへんってことは2軍やろ。ですごいんですよ、うん、22組6組いて 2個しか行けないんですよ。2組しかも3ヶ月で1回なんですよ。1ヶ月で1位になってもダメなんですよ。あそうなんだ。からそれはダメだから、だからなかなか上がれないんですよ。上が10個しかいない。そりゃそうやろ芸能界なんか当たり前に入らなあかんやろ。言い訳してんねんお前。確かにそうですね。だから3ヶ月で1回指出せ。指出せ。いやそのいや、ちょっと食べますか。いいやん。でもタオルないですから。タオルある。いやでも僕だから、いやそれ誰とか言えないですよ。 M1 見てても、いやそれも面白いじゃんって。いや何してんの。いやまだ放送あの人はやめてください。あの人は帰りたいから、ま、マイケーズの服やめてくださいよ。断りたいから。じゃあ断りじゃ帰りたいから。僕あれですよ、仲いいな。何や田中さん、まるっきり興味湧いてきたって言って、嘘に決まってんじゃん。1個も話してくれないし、ね、ほんま今日雑やったけど、あのこれプラネットさんは何分やったの。プラネットは2時間半。いやじゃあ僕もそれだと思ったんですよ。でなんかここでなんかゲームとかやると思ったんですよ。そうやろう思ったけど、だからこれを涼しい格好で帰りたいって言うから、もうどうもできへんねん。もう俺いや入ってないじゃん。クリスチャン、クリスチャンロナウドじゃないんですから。賛美が歌わなかったよ。髪の毛ないんですよ。こうやって賛美が歌わなかったよ。キスできる俺と。あできますよ。いやなんか逆に弾いてるから嫌ですよ。弾いてないよ。柔らかそのすみません、お客さんにだちょっと伝えないといけないですけど、視聴者さんにちょっと測って、早う言うてよ。もういやちょっと視聴者さんに伝えないといけないですけど、いや田中さん、あの、はいはい、田中さんじゃなくて吉田さん、なんかちょっといい香りがする。そうお前もや。いやいや、なんか犬をするんですよ。ずっと思ってた。あの、塗ってますから。なあ、この汗な、あ、めっちゃいい匂いする。そう指舐めてたらどうかな。そう、僕塗ってるんです。あの石鹸の、ちょっとこの年になったちゃんと喋れへんな。もういや出てこないですよ。なんていうんですか、でこれね、匂い年になってくるとするやつあるんじゃないですか。なんていうんですか、カレー臭。カレー臭とか消すために、ね、そう消すために、
芸能界、それこそ芸能界はそういうの匂いだって言って裏っけ、裏っけ、もう吉田さんとのマンツーマントークになってますから。俺千原ジュニアやったら殺されてんぞお前でも意外に殺されないですよ。じゃあええでそんなもう朝まで喋れんぞ。いや僕